一方やな。これはそれでは今日もお疲れ様でした。まさか、今アインさんから連絡が来て、赤の女王側に協力していたはずのバランが突如としてそれを保護にしたと。その結果、赤の女王の機密がグレープニルに流れ、アジトや協力者が続々と暴かれているらしく、バランは初めから裏切るつもりで協力を申し出たようですね。この状況を受けて、各地で赤の女王による最後の抵抗、エイジの暴走による回乱が一体これからどうなるんでしょうか。Thank you.
気張っていこうか。頑張るね。すごい。きっと私最初の改めて差し出す。大気島破船クリサンセマムの乗組員の皆さん、先ほどグレイプニルからの声明が発表されました。至急ロビーに集まってください。繰り返します。乗組員は至急ロビーに集まってください。声明？とにかく行ってみましょう。フィムはここにいてね。どういうこと？グレイプニルが赤の女王の壊滅を宣言したって。嘘だろ。残念ながら真実のようです。これがその報道です。本日未明、バランによる情報をもとにグレイプニルの鎮圧部隊が赤の女王の本拠地を襲撃、見事鎮圧に成功した模様。グレイプニル側の死者負傷者はゼロ。一方、潜伏していた赤の女王たちは拿捕され、フェンリル本部へと移送された模様です。おい、この少年。間違いない、ニエルだ。くそ。フェンリル本部へ移送。オーディンに登場させるつもりなんだろうな。赤の女王のエイジは海域を戦乱に巻き込んだ犯罪者、処刑代わりに使われることだって。なお、これを皮切りに
各地の赤の女王のアジトへ同時に鎮圧部隊が投入され、先ほど赤の女王の無力化に成功したとの宣言が出されました。ベルナーはどうなったんだ？無事なのか？ベルナーを捕らえたらグレープニルは間違いなく報道するだろう。ええ、まだ見つかっていないようです。所在情報への懸賞金が引き続きかけられています。ベルナ、フィムが人型アラガミ、フィムが消えればみんなを、少々無理が過ぎたか。ポイントアルファに向かった先遣隊全滅。後続の応援部隊の応答もありません。ベルナーはどこだ？探せ。全部隊索敵に集中しろ。ここは倒産。あっけないものだな。父上、俺はここにいるぞ。捕まえてみろ。発見！ベルナーを発見しました。速やかに打破せよ。戦争犯とはいえ総督の子息だ。ただし抵抗すればその限りではない。了解。ベルナー、陣旗を下ろせ。投降しろ。王に祭は投げられた。覚悟はできているな。この野郎、よくも仲間を。待て、浮かずに手を出すな。銃で仕留めるぞ。撃て。こちら鎮圧部隊、ベルナーの鎮圧に成功。よくやった。ベルナーの身柄を拘束し本部に移送しろ。残りの隊員はそのまま北上し、赤の女王の居住施設の鎮圧に当たれ。各地から逃れてきた負傷者や非戦闘員が集まっている様子だ。鎮圧にはさほどの労力もかからんだろう。非戦闘員と言いますと、女性や子供ということでしょうか。ああ、だが奴らはエイジだ。同情はいらん。貴重なオーディンの餌だからな。一匹も逃がすなよ。了解。直ちに鎮圧に向かいます。このゲスどもが。なれるものなのか。